県民チャンネル。はい、どうも県民でございます。さあ、今回は新コンビ誕生しました。メアと小町。メアメアコマコマメアコマメアメアコマ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 。そう、新しい新コンビが誕生したんで、この新コンビでね、くしみたまに挑戦しようと思います。さあ、どんな感じになるかね、注目です。さあ、行こう。ここはね、ブランに立てかんでね、しっかり弱点をね、捉えたいんですけどね。どう、スピード感とかどうなる。ああ、いいね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 。一手でやれる、強いね、やっぱり。ここがね、闇属性とオツと違うところね。あれ、多分一手でやれんかったと思うけどね。そしてちょっと毒状態にしていくか。さあ、どんな感じ。毒 OK、 一発二発。やっぱりちょっと数が少ない感じがしますね。そう、オツは毒メテオ6発なんですけど、メアに関しては4発しかないんですね。なのでちょっとね、物足りなさを感じるかもしれない。そう、もうちょっと多かったような感じしますよね。なのでちょっとね、僕ちゃんと毒入ってくれて、入ってますね、今はね。入ってくれたら大丈夫なんですけど、道中入らないとかね、そういったことが起こるかもしれない。さあ、どう、ちょっと直殴りどんな感じか見ていくか。普通に縦感。どうどうどう。やる？オッケーオッケー。やっぱり闇属性のね、直殴りはね、やっぱ強いですね。それは感じますね。さあ、小町。これ毒なってないよね。どう？鬼ね、鬼やばいね、これ。だから入ります。オッケー。オッケー、オッケー。なのでね、ちょっとね、いつものオッツの感じで使うと、ちょっと違うかなっていうところがちょこちょこ出てきます。そう。あと違うところっていうのが、まぁ、ちょっと副友情があったりとか、そうですね、貫通衝撃波。ですね。拡大貫通録音衝撃波。なんか強かったけど。そう、これがついてたりとか、あとね、SS が違います。SS が重力バリアを持つ敵に大ダメージ。そうなんです。真田幸村、あんな感じを想像していただければ。キラーが入って、殴っていくような感じになります。パンツバージョンですけど。で、バトル4、おー、オッケー。なんかサクサク進んでるな。どうする？友情拾って下っていくか。さあ、どう？いいね、いいね。そう。爆砲もね、私ここ使うの初めてなんですよ。そう。いいね、いいね。イルバンしたけど。そう。いいね、いいね。弱点取られてるね。さあ、殴り見ていきますか。そうそうそう。で、毒状態ですね。これで小町殴っていきましょう。あ、そう。よく盾。回復したいなぁ。どうしようかなぁ。縦感にしようか。縦で。縦感で、大弱点を捉えて。オッケーオッケー。ナイス。あ、これね、入れるかなぁ。これね、結構ね、弾かれるんですよね。オッケー。入れた。オッケー、ナイス。さあ、バトル5。さあ、もうどんな感じ？オッケーオッケー。鬼処理しっかりやっていきますか。さあ、バグは暴れます。ちょっとね、超鋭地味にブロックはね、
反則ですよね。強すぎる。いいね、いいね。いや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 、ナイス。いや、まだ動いてる。オッケーオッケー。ああえミアちゃんね。ミアちゃん、ちょっと殴っていくか、弱点。どう？ちょっと下りながら。あ、いいね、いいね。いい火力出してる。強い強い強い。普通に強いよ。あんだけお2じゃ火力出せんかったと思うんで、やっぱ闇属性やから強いですよね。で、縦勘で。さあ、どう？いいね。やっぱ困ってないね。さあ、ボスかな？ボスですね。5分ぐらいか。あ、ここも無難にセットを倒していく感じですね。OK、OK。さあ、OK、OK。次で倒せるかな。さっき、ちょっと左寄りで。縦で左で。あの、下にはまらんといてほしいけどね。さあ、どう？いいね、いいね。OK、ナイス。素晴らしい。で、みんな回復できたしね。で、メアちゃんで、ここ下り？弱点の位置だよね。弱点左寄りやったら、あそこその位置やったら立ちます。あー、ちょっと良いか。回復して、弱点一弱。OK、ナイス。いいね。やっぱ火力出すよね。で、小鉢で、縦勘しながらちょっと左に行きまーす。さあ、どう？いいね、ドッキリ入ってるよ。素晴らしい。いいね、いいコンビだね。おー、結構食らったけど、大丈夫？さあ、回復しよう。回復して、ドッキリ出して。OK、ナイス。クリティカル入ってね。で、砂時計も取って、ナイス。さあ、この、ボス2ですね。こんなサクサク進んだクエでしたっけ？そう、久しぶりやるからね。ただね、鬼がめんどくさいんですよね。一発するか。毒をね、ちょっと拾いたいから。あ、バリ気味で。いいね、いいね、いいね。いや、かつ強いよ、これ。毒なってる。上の鬼がなってます。え？ペアちゃん、横下りするか。あ、でも回復したよね。でも友情でなんとかなりそうです。横下りした。で、まんべんなくなったから、小町ですか。小町は横下りするかな。どうしよう。ね。両拾いながら、こんな感じで。さあ、来い。回復したいね、これ。回復して暴れるか。いくよ。いいね。下は倒せるかな。OK。あと上だけ倒して、ボスとかね。どう思う？うん、横上がり？こんな感じ？いいね、超 AGB いいね。強いね、カツキが。ドニキス1ね。で、メアちゃんは、どうしよう、弱点を、しっかり捉えたいね。こっちか。あ、こういう感じでいくか。そう。うん、いい、なかなかいい火力。で、毒に刺したいよね。ここ下り？ちょっと、きつめの。横上がりで、横上がりでいこう。いや、毒にできてなかったけど。で、オニクスで横か？この弱点の位置がいいな。やばいな、これ。食らいすぎやな。なぁ、でも回復したいよなぁ。ちょっと暴れ気味でいくか。そこい。オッケー。オッケー、ナイス。あと3ターンで。まだターン数余裕あるぞ。これで、回復したいね。OK。
回復できたから、おお痛いね今の。でメアちゃんと4巻か、痛いからね。で、で、次の小町でやれる。オッケー。次の小町で抜きましょう。上がりで。弱点取られてなかった、ね。さあ、ボスキル。ボスボス。はい、SS 連打で終わらしましょうか。ああ、カツキの SS 撃ったことないんだけど、こんな感じなんだよ。おみきすね。とりあえず、暴れるか。オゲ、ナイス。いいね、いいね。カツキ撃っちゃう。いいね、弱点の位置ね。よし、撃っちゃう。さあ、どう？スタイルストン。いいねー。オッケーオッケー。よし、ナイスリー。さあ、メアちゃんも撃っていこう。この雷の位置もやめてほしいんやけど。味方同士重なっちゃった。さあ、メアちゃん、重力バリアキラーに行きます。さあ、どんな感じで？ますよ。スピード感見ていこう。あ、いいね、結構早いね。オッケーオッケー。おお、強いよ。え、そんなに削る？いやいや、結構削ってたね。さあ、最後小町で締めれたらいいんですけど。さあどう？さあ、ドッキリはいい感じで入って、いいよ、ナイクリー、素晴らしい。ということで、皆さんもエアと小町セットでね、使ってみてはいかがでしょうか。以上、ケミでした。ケンニーちゃん、高評価、チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。